あっとも言わずアローラフィナーレレイドアワーということで、今回カップ系ですよね。全種の復刻ということで、まあなんか今回さ4種全部出るからね、お祭りっぽい雰囲気あるんですけれども、なんかメガチルタリスも結構今人気なんですよ。なんかそっちにも人が結構分かれたいみたいな感じで、いやいいってな、デレスはいい、俺はそっちやりたいなみたいな声とかもね SNS とかで見てると結構出てきてますね。あとちっちゃうからね、効率果たしていいのかどうなんだっていう話なんですけども、まあまあやっていこうかなと思います。僕ですね、今回カプ系ですよね。まあそれぞれね、1回ずつのね開催ありましたけれども、全然100取れてないんですよ正直。100使わないかもなと思うやつもいるんですけれども、個人的にはですね、カプブルールですよね、こいつの厳選はちょっと何回でもやりたいなと思っているところでございます。なので今回カプブルールを一応中心としてですね、いろんなやつらをですねちょっと全部狙っていこうか。あっとポケコインがない、オッケー、よし、それでは入りましょう。カプブルールレイド参戦です。今回のカプ4種全部いるってことなんで、一応全部パーティーね、それぞれ対応する対策パーティー組んであります。こういう切り替えとかね、ミスりそうでちょっと怖いよね正直。あっみたいな、あこれテテフ用のパーティーやーみたいなのがありそうなんで、ちゃんとね、見ながらやっていこうと思います。ロズレイドたちはね、普段草で活躍するけど、技全部ね、毒の、技1技に変更してあります。よし、ということでやっていこっかー。ああなるほどね、なんかあれですね、奥も右、あ右が鳳凰か、奥がリザードン、まあ燃やした燃やしたれっていうことでやってるんでしょうね。あとは最近さ、メガ進化ねテコ入れ入りました。さらにメガレベルのね、優秀さっていうのが結構広く、ね、知れ渡ってきたので、メガ進化をねバンバン使う人っていうのが、まあ、増えてきたかなと。まあエナジー関してもね、前と違ってね、一応かけなくてもできるようになりましょう、シンクがね。そういったところもね、美味しいのかなと思いますけれどね。とか実は倒しましたね。オッケー、カップブルー2366、なんだっけ100いくつだっけ。1953がマックスで、天気ブースターと2442がマックスということで、2366は弱いやつですね。よし、次いきます。はい、ちょっとね、いろいろと今出ているカップブルーをタップしたんですけども、こぞってですね、ゼロなんですね。ほとんど参加人数がゼロでございまして、って、まあちょっと時間ももったいないので、一応他のじゃあ、テテフ、コケコ、ブルル以外、あれか、レヒデか、はい、一応この辺もやるかということで、今、カプコケコの方に入ったんですけども、あれかい？生まれたての方を狙うのかい？なんか今ね、やってた感じ、そんな、あれっぽいね、兆候があるように見えたんですよね。実は4匹の中での人気、そんなにない、もしや、つうか最近全員来たからお腹いっぱいみんな、だとしたらまあ気持ちはわかる。カプブルルはさ、あれ確か20かなんでめちゃくちゃ入ってくれるけどさ、ポケコさんはなことはないわけですよ。まあでも20人いるから全然早いわ。はい、倒したー。 CP グッズですかと、まあ、カプコケコはちょっと覚えてないんですけど、1775ですね。 OK ですね。さっきのカプブルルちょっと省略しちゃったんですけども、カプ系はね、左右に動くとはいえ、結構その距離が近いんですよね。なのでエクセレントが決めやすいという長所がすごくあっていいね。この前あったさ、ラティオスとラティアスあったじゃないですか、メガで来た時、あの時にちょっとやっぱりあみたいな、普通ってこれくらい入らないんだよねみたいな、そんな気持ちになりましたよね。ナイスヘアヘア、ナイスアシスト、ありがとう。ナイスアマンフトゥー。ちょっとさ、信じられないんですけど、来週のゴーフェスなんだよねいやなんかさ、もうそっか、5月も終わりかってことは、そういえばゴーフェスそろそろだな、あれ何曜だっけと思ったらさ、土日でさ、しかも最初の土日じゃないですか、えぐでもね、それぞれゴーフェスバンバンってあって、その後ですよね、フィナーレが、ゴーフェスのラストイベントあるわけじゃないですか。ウルトラビーストいつですかね、ウツロイドのツイート、もう大におわせじゃないですか。なんかね、なんだこのフィナーレですよね、今回のアローラフィナーレとかには絡んできてもおかしくないかもなーぐらいのね、感じを思っていたんですけれども、今その今回フィナーレ始まってみたら、特に
ウルトラビーストについての言及はなしということで、でも今回のアローラフィナーレが終わったらさ、すぐってことじゃないですか、まあ、なのでアローラフィナーレというかアローラシーズンでカプ系全部やってあげて、でその後ゴーフェス6月7月8月すごい悩まったっていうところでウルトラビーストみたいな、そういうなんか二段構えな気がしますよね。多分今週のだからその、まあ、これ、まあ、今日これ撮っても水曜日なんで木金土日この辺でね、あの来月のイベント発表とか来ると思うんですよ。僕はね次のなんか6月のイベント発表、あのこの期間は未実装の新伝説ですみたいなやつを結構入れてくる気がするんですよ。だからウルトラビーストが毎月スススススみたいな入ってくるみたいなね、楽しみ楽しみですね。はい、ちょっと CB 何だったんだ、カップブルーさん、2、3か、OKOK、4超えてこい、次お前ちゃんと2を超えてくるようによろしくよ。あー危ね、ちょっとさ、モバイルバッテリーをね僕普段まあ持ち歩いてるんですよ。でなんかあのいざよしじゃあ着いたしモバイルバッテリー差しながら充電しながらねやろうと思ったらですね、なんかすごい怖い、これわかる、わかる、これこれね、こんなちょっと丸みを帯びた本来やつなんですよ、シュッとしたやつなんですよ。なんか熱で若干溶けててむちゃくちゃびっくりした、怖かったので、ちょっとカバンアウトで中でもう一回チェックしますけど、ということで安心安全の、チャージスポットさん、はい、最近ね、だいたいどこのカラカンもあるね、うん、これでちょっとね、ここから先はこいつで充電しながらやっていこうと思います。レイダーはさ、カラオケで空調聞いてる中でこのポケカツ、ね、リモートレイドパスレイダーは参加する、あまりに相性が良すぎる、あまりに良すぎる。まあでも将来的にね、そのリモートパスがどうなるのか分かりませんのでね、はい、なんか今度あれしてみてもいいな、リモートじゃなくて普通のだからそのバトルパスだよね、オレンジとか緑とかあれ縛りでレイドアワーやるみたいなことを久しぶりにやってみてもなんかいいかもしれませんね。さあブルルさん倒せたか、もう言ったでしょう、2-4 ですね、はい、超えてこい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 、100が欲しい、あーもう超えない、まあちょっと次捕まえましょう。ちょっとですね、まあブルル入れるブルルが全然なくてですね、とりあえず、レヒレさんの方にですね、現在入っております。これだよね、なんか名前がシンバトパーティーのままでございますけど、はい、こうなってくるとさすがに今回出てる4種類全部ねやってやろうかって気持ちになりますね。レヒレやった後はじゃああれしましょうか、あとテテフさんもやりますか、じゃあね、はい、カップテテフ、下北沢の雑貨屋が似合うポケモンランキング堂々の第1位を獲得している、ポケモンですね、はい。でカプレヒレはそうですね、土日はカルディに行くのが趣味な人ランキング堂々の1位ですね、カプレヒレはですね、はい、一番カルディが似合うポケモン、それがカプレヒレでございます、はい。カプブルルはなんかあれですね、ゴリランダーと一緒にですね大学時代絶対にバンドやってますね、あいつらはね、うん、あの2人は多分組んでますもうね。そうなってくるとカプコケコがボーカルにも見えますね、まあ、ギターボーカルカプコケコ、ドラムゴリランダーで、ベースカプブルルですかね、はい、ずいぶんファンキーなバンドが完成しましたね。ほい、こちらカプテテフレイズでございます。これでとりあえずコンプですね、はい、まあコンプしたところでっていう感じは正直、まあ、あるんですけども、うん、ブルルやらしてくれ、ブルルもいらないと、もう伝説レイド別に興味ないです、メガのチルタリスだけやればやれればいいですとか、うん、あとはもう E1 この色違いが無限に欲しいみたいなね、いろいろねいらっしゃると思いますので、結構ねこのアローラフィナーレの期間中はですねレイドバトルが散りそうな、なんかそんな印象がございますね。激アン2443高いね、なんか2443高いな、これ強いんじゃない、ちょっと調べてみよう、あー天気ブースだと2496か、高いんだねカプテテフはね。 CP もうなんか全然 CP 覚えてなかったです正直まあ1個前の伝説レイドですらね CP 僕は忘れがちなんでね、はい、じゃあテテフさんはまあまあまあその答え値も分かっちゃってるんでね、はい、じゃあ次行きましょう。
なんかほんとさ、まあ、僕ポケガス都内でやるからね、で都内チャージスポット置いてある場所ほんと増えてるんですよ。まあ、今回の、ね、カラオケ館ももちろんそうなんだけどさ、コンビニとかにもだいぶ置いてあるし、例えばあと駅のホームとかね、ホームっていうかその改札の外とかにも結構あったりするんですよ。だからその人が集まる場所にはかなりあるので、まあ、その自分がその都内でポケ活する分には結構不自由しなくなってきたんですよね。だから相当、だからもうチャージスポットさんすごいなんかその勢いになるなと思って、まあ、以前もね僕案件やらせていただいて、なんかもう案件やるやらない関係なしにね、正直、まあ、ポケ活する上で便利すぎるので、利用もしていましたし、今回も利用したんですけども、なんかあれだけ欲しいなと思うんだよね。コード長めなのがちょっと欲しいなと思う部分あるねなんかさ、これがさ、ここね、3種類あるんですよ、ケーブルが。このコードが短いんで、こういう状態になっちゃうんですよね。この長さなんですよ。10センチぐらいなのかな。まあ、なので常に持っとかなきゃいけないっていうところがあるので、まあ、もう何センチか、なんか、まあ、1メートルはちょっとね、あれかもしれないんで、例えばプラス、これプラスあと20センチとか、ぐらいあったらすっげえ嬉しいなとかね、思うんですけどね。まあまあでもね、緊急回避用としてはもう正直、もう最高の商品なんでね、まあ現時点はもちろん使っていくんですけどね。はい。なんかこれさ、このカップブルール結構あれだったんだよね。割れてそんなに時間経ってなかったんですよ。なのにね、集まりが悪くてね、もうカップブルールみんなやんないのかな ?191 割れ変わっちゃったよ。多少強いかなって感じですね。OK。さ、19時24分ということで、レイドアワーは終了しております。まあ、レイドアワーのね、なんていうんですか、お残し的な、やつらをね、ずっとやっておりました。で、今、ここでね、今、カップブルーレイド、今入っている状態なんですけれども、これ以降ですよね、っていうのが、ちょっと今、この周辺が、新規で出てくるっていうのはなさそうですね。まあ、今日ね、初日やってみて思いました。もう各みんなお腹いっぱいっぽいっすね。まあカプブルール厳選ちょっと集中的にこいつだけもう10体20体本当やりたかったんですけれども、タイミングでね全然無理だったりしましたね。1931今日の中で一番強いのでは、シャスタマゴが切れていった、ブルルだって1944とかだよね。さっき見て確かそんな感じだった気がするよ。よし、ちょっとこいつはちゃんと取ろう、ちゃんと取ろうというか、まあ、ここまでのやつもちゃんと取ってるわいエクセレントね、狙いやすいから。よし、とりあえず1931カップブルールは君の答え調子でちょ攻撃かけ、はい、ということで今回ね、2匹かな伝説レイド逃げられたんですが、それ以外で捕獲できてるのこの辺ですね。ブルール1234566匹、テテフが2のレヒレとコケコが1ずつということで10捕獲10ですね。まだ12戦か、やったことになるのかな。はい、って感じですね。途中ね、あ、やばい10連あみたいな感じでね、ちょっとロスタイル個人的にはあったんですけど、まあ、この後もですね、一応ね、やっていこうかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりね、効率良くないですね。まあ、でも、効率とかじゃないんだと思うんですよね。こういう時っていうのは、その、伝説レイドに複数体出現みたいな時っていうのは、要はその取りこぼした、方向けみたいな感じは正直ちょっとね、あると思うんですよ。まあ、なので、その、厳選ガチリたいみたいな感じなのは、ちょっと今回伝説レイドしんどいのかなと。まあ、だから今回は、レイドがガチろうと思ったら、メガなのかな。メガは全然でやれますからね。はい。まあそっちのエナジーためやっていこうかな。特にこの後の時間ね、19時も過ぎましたんで、リードは終わったんで、僕もですね、メガチルタリス、はい、これとかね、やれたらやっていこうかなというふうに思います。はい。ということで、じゃあ今回はこれで終わると思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポントのチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。